道教殿のような末路はごめんですから。何故私が皇太子に？私は今後どうしたらよい？とぼけても無駄です。これは一本取られました。申し上げます。平勢上皇様が出家をなされたとの報告が入りました。それは誠か？我が父内麻呂からの情報にございますゆえ確実かと。クスコ様は毒を飲んで自ら命を絶ったそうです。そうか。フィーツグよ、報告大義であった。内麻呂殿にも大義であったと伝えておいてくれ。かしこまりました。では私はこれで。やけにあっさりでしたな。空海は真言宗の開祖で弘法大師という名でも知られる僧侶です。クスコの辺では嵯峨天皇につき鎮護国家のための大祈祷を行ったと言われています。お主が祈祷をしていたおかげだ。いやいや、内麻呂殿の策と田村麻呂殿の武勇があったからこそにございますよ。あの二人にも感謝をせねばならぬ。では私はこれで。空海、私は今後どうしたらよい？私は一介の僧侶、政治のことに口を挟むべきではないと存じます。道教殿のような末路はごめんですから。僧侶としてではなく、あくまでも親しき友としての意見が聞きたい。お主は物事を多角的に見ることに長けている。親しき友ですか。なんともありがたきお言葉を頂戴いたしました。これで断るのは野暮というものですね。これから私が言うことはあくまでも参考程度にとどめておいてくださいよ。それと私が言ったということは内緒です。醜い権力争いに巻き込まれるのはごめんですから。もちろんだ。では恐れながら申し上げます。これから申す二つのことを速やかに行った方がよいかと。その二つとは何だ？一つ目は元号を変えることです。それは何故だ？今の大道という元号は平勢上皇様が決めたもの。流れを変えるためには必要なことかと。なるほどな。しかし急に言われても良いものが思いつかない。儒教で説く五つの徳目、仁、義、礼、智、信をご存知ですか？もちろん知っている。かつての制度、冠位十二階でも使われていたものだ。その中の仁には人を思いやるという意味があります。今の日本にはその思いやりの心が必要なのです。よってその文字を使うことをお勧めします。思いやりの心、確かにそうかもしれぬ。仁に合う文字か。広いという字を使って公認というのはどうだろうか。良いかと存じます。広く大きいという意味のある公と思いやりの心である仁の組み合わせ、これからの日本にぴったりかと。では新しい元号は公認とする。二つ目は高岡親王様を拝戴師にして常代親王様を立体師することです。何故常世親王なのだ？今の天皇家は天智系の血筋、すなわちお父上である桓武天皇様の血をどれだけ受け継いでいるかが重要になってきます。なるほど。我が息子マサラには桓武系と藤原氏に加えて立花氏の血が混じっている。しかし常世親王には桓武系と藤原氏の血しか混じっていない。後継者としてマサラよりもふさわしいということか。
さようにございます。今一番伏せがなくてはならないのは皇位継承争いです。内側が安定しなければ外に目を向けることなど到底できません。確かにそうだな。しかし一つ問題がある。何でしょうか。常世親王の父親である大友親王はまだ生きている。父を飛び越えて立体するなどありえぬことだ。では大友親王様につないでいただきましょう。次期天皇が大友親王様、そしてその次が常世親王様ということでいかがでしょうか。それならば何の問題もない。急に話をつけてくる。お気をつけて。何故私が皇太子に。高岡親王がいるではありませんか。高岡親王は廃太子とする。兄上の息子であれば致し方ない処遇だ。では正良親王が適任かと存じますが、我が息子正良には桓武系と藤原氏の血に加えて立花氏の血が混じり、その血が半分を占めておる。これがどういう意味かわかるな。桓武系の血が半分を占めている私の方が、いや年齢的に言えば我が息子である常世親王こそ次期天皇にふさわしいということですね。その通りだ。しかし父親を差し置いて立体するわけにはいかぬ。よってお主を綱荷の天皇として即位させるために立体する。理解はいたしました。しかし突然のことに心がついていきません。少し時をいただけますか。では一日の猶予を与える。一日。思ったよりも少ない。大友親王は後の第53代純那天皇です。大友親王の立体子には血筋を重んじ皇位継承争いを防ぐ目的がありました。しかし皮肉にもこのことが後に起こる上和の変の原因の一つとなりますが、それは少し先のお話です。うまくやりましたな。何のことでしょうか。真夏殿を平成上皇様のそばに置き、冬継殿を嵯峨天皇様のそばに置いた。それによりどちらが勝っても北家が繁栄するように仕組んだのではないですか。確かに冬継を九郎殿等にしたのは北家繁栄の目的がありました。しかし真夏は自分の意思で平成上皇様についたのです。止めることもできたはずです。そのような機会はありませんでした。糞屋の渡麿殿と共に平安京に召喚した際に捕らえてしまえばよかったのでは。観光令を敷いたつもりでしたが、さすがは空海様といったところですね。嵯峨天皇様に教えていただきました。そうですか。確かに私は真夏の行動を黙認していました。嵯峨天皇様が病で突然崩御してしまった時のための保険です。高岡親王様が即位して平成上皇様の力が増大する事態に備えたというわけですか。さようにございます。さすがは内麿殿。嵯峨天皇様の治世も安泰ですね。そうですね。適切な助言ができる僧侶もそばにおりますし。何のことでしょうか。とぼけても無駄です。嵯峨天皇様があんな大胆な改革をお一人でできるとは思えませんので。天皇様から聞いたのですか。いえ、今しがたあなた様の口から聞きました。これは一本取られました。空海は811年から812年にかけてお得に寺の別当を務めました。822年には平成上皇に感情を受け、
翌年の823年には嵯峨天皇から湯治を賜っています。出世の道を捨て人を助けるために仏教を学び僧侶になった空海がどれぐらい政治に関わっていたかは分かりませんが、国の中心人物たちと良好な関係であったことから何らかの形では関わっていたのではないかと考えることができます。さて次回の百花繚乱歴史伝は藤原北家、藤原の内丸の死にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。